はい、1月26日、大会2日目の朝です。今日はちょっと津の町を散策してみましょう。こちらは津駅の東口ですね。西口の方はかなりひなびたような感じですね。まあ私の大好きな雰囲気なんですけども、東口の方はだいぶ開けた感じですね。東海アイクリニック、このが眼科さんみたいですね。それでここのお隣はかなり立派なホテルですね。ホテルグリーンパークとありますね。地元では結構有名なホテルなんですかね。なかなか風格のある作りになってますね。建物の中に、あ、勾配になってるんですね。で、ここまで来るともう駅前なんですよ。津駅の東口。もうすでにここがツーアストホールですからね。まあ25日、26日、2日間続けてのベンチプレスの会場になります。ここはまたいい感じのお店ですね。今日はここで一杯やりたいな。でも駅前ですからね、ここは夜は混むんでしょうね。いいですね。でもこれは本当の昭和レトロというよりもなんかテーマパーク的な感じのお店ですね。懐かしとありますけれども、まあ結構新しめの感じのお店ですね。メニューが多いね。するチャーハン、昭和のプリンアラモード、昭和サラダ、何が昭和なんでしょうかね。まあちょっともうちょっといろいろ見てみましょう。今日はちょっとお蕎麦屋さんで一杯やりたいんですけどもね。ここなんかすごいいい感じですね。今夜はここと決めてたんですけれども、日曜日休みだそうですね。今日休みですね。蕎麦が食べたい。